オリンピックの卓球競技は1988年ソウルオリンピックから男女共に実施された2004年アテネオリンピックまでは男女シングルスと男女ダブルスの4種目が実施されていたが2008年北京オリンピックからは男女ダブルスに代わり男女団体が実施された国際オリンピック委員会によって各国からの代表選手は3名までとなっており2004年の アテネオリンピックではシドニーオリンピック金メダリストの高齢期は出場権を得ることができなかった。その後2010年の世界選手権モスクワ大会の際に行われた国際卓球連盟のオリンピック委員会で2012年ロンドンオリンピックのシングルス出場枠は各国2名までとなった。2020年東京オリンピックからは新種目として混合ダブルスも実施される。現行は 7ゲームマッチ。トーナメント方式。準決勝の敗者2名で3位決定戦を行う。現行は5ゲームマッチ。トーナメント方式。シングルスに出場する選手に団体戦のみ出場する選手を加え、各チーム3名で構成する。5試合を行い、3試合選手したチームが勝利。第1試合、第2試合、第4試合、第5試合はシングルス。 第3試合はダブルスを行う。試合前に、両チームの監督が ABC か x y g のどちらかをトスで決定する。第1試合に A 対 X、第2試合に B 対 Y を行った後、第3試合の出場ペアを決定し、C 対 Z のダブルスを行う。その後、第4試合に対 Z、第5試合に C 対を行う。よって、 チームのうち2名はダブルスとシングルス1回ずつ、1名はシングルス2回を行う。北京はグループリーグと変則トーナメントを組み合わせた方式だった。2020年東京オリンピックからは第1試合にダブルスを行う方式に変更される。第1試合は BC 対 YZ、第2試合は A 対 X、第3試合は C 対 Z、第4試合は A 対 Y。 第5試合は B 対 X の順に試合を行う。この方式は他の国際大会ではすでに2018年から採用されているが A と X はシングルス2試合を行うためチームのエース格が担当することが多い。また C と Z は相手のエース格の選手とは対戦しないこととなる。まとめると可評の通り、ありがとうございます。